あっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、今回はですね、この見るだけ簡単5分で使える DJ テクニックの動画シリーズなんですけれども、最短の動画を目指して頑張っていきたいと思います。ということでですね、今回説明するのはここシンクです。 SYNC と書いてシンクなんですけれども、このシンク、どういったことができるかというと、皆さんこの左と右で、楽曲を DJ でミックスすると思うんですけども、ミックスする際にテンポを合わせるというのが一つ基本としてあると思うんですね。このテンポを合わせるというのが、このピッチを使うことで、このピッチフェーダーですね、このピッチフェーダーを使って、こうテンポを合わせていくっていうのが、ね、まあ、基本なんですけれども、このシンクボタンを押すだけでここがいらないというか、まあ、実はいるんですけれども、このシンクをすることで、テンポをぴったりと、左と右の楽曲を合わせてくれるんですね。はい、で今回はこのセラート DJ のシンクで、セラート DJ のシンクというのが、このシンプルシンクとスマートシンクってあるんですけど、まあ、今回はこのシンプルシンクについて説明します。で、各メーカーさんのソフトによってこのシンクの仕組みが違ったりするので、今回はセラート DJ の仕組みということでお話しさせていただきたいと思います。ではですね、皆さん、ちょっとこっちの画面を見てください。はーん、はい、ではですね、シンプルシンク、セラート DJ のシンクの一つ、シンプルシンクについて説明していきます。まずですね、シンク、先ほどこのピッチフェーダーでこうテンポを合わせるということだったんですけれども、まあ、皆さんこう動いてるのが分かりますかね。で、これ動かすので合わせるというのが、まあ、こうちょいちょいとこう綺麗に合わせるってなかなか難しかったりするんですね。で、それを、実はこのシンクのボタンを押すだけで、はい、テンポが同期されるということで、科学の力ってすげーということなんですけれども、これでまずシンプルシンクの同期というのが完了です。で、セラート DJ の場合はここでこのピッチのフェーダーがですね、同期すると考えていただきたいんですけども、例えば今これ僕最初で一番遅い設定にしてるんですが、これ伸ばしていくとヒューと両腕で人も速度が変わってるの分かりますかね。でさらに、じゃあちょっと右奥のやつ見えなくて申し訳ないんですけども、これでも変更することができます。なのでこういう両方のフェーダーを使って2曲を同期させるということができるようになるんですね。はい、という感じで、これがセラート DJ のシンクの場合はできることになります。で、続いてこのシンクの解除方法なんですけれども、このシフトを押しながらシンクボタンを押します。そうするとこのピッチフェーダーの場所の元あった場所に、テンポが戻ってきます。だから例えば、ちょっとこうシンクしてて、今128なん123か123でシンクしてて、じゃあここに戻そうかな。今まあ同期してる116なんですけども、シフトしてシンクを外すと、元あった基本のテンポ 98.50 に戻ります。といった感じに、ちょっと今回はセラート DJ のシンクの、まあ、機能解説じゃないですけど、仕組み、仕様について説明していました。次回はこれを使っていろいろとミックスのテクニックを紹介していきたいんですけれども、最終的にはですね、生音だったりとか BPM 変化がある楽曲っていうのも、シンクやろうと思えばできるっていうことを、皆さんにご説明できたらなと思います。それではですね、また次回お会いしましょう。バイバーイ。